二酸化鉛は鉛と酸素の化合物。化学式はプボに酸化鉛、過酸化鉛とも呼ぶ。鉛蓄電池などの電極の材料として用いられる。黒色から褐色の射方症系であるアルファ症と黒色でまさかた明ら系のベータ症の多系があり、比重はそれぞれ9.773と9.696グラムマイリッポセンチメートルである。 水には不要で、塩酸には塩素を発生しながら溶ける。日本では毒物及び劇物取締法により、劇物に、また、消防法により、第一類危険物に指定されている、実験室では2かの1酸化鉛を酸化剤で、酸化するか、溶液を電気分解し、溶極酸化によって合成する。もしくは硝酸鉛を水に溶かして、水酸化ナトリウム水溶液を加え、 水酸化鉛の沈殿を生成する。これにペルオキソ硫酸カリウムを加えて、pH12 から13、30摂氏60度で攪拌し、摂氏80度に加熱した後にろ過、洗浄すると沈殿が得られる。これを硝酸溶液に入れて、摂氏90度で加熱処理すると、α 小の二酸化鉛が得られる。なお、硝酸鉛を水に溶かし、硝酸銀水溶液を加えてから、 水酸化ナトリウム水溶液を加え、70摂取80度で塩素を吹き込み攪拌すると沈殿が生成する。これを洗浄し、摂取90度の酢酸に入れて攪拌すると、ベータ症のプボニが得られる。工業的には、酢酸鉛をさらしこで酸化することで得られる。安全データシートナカライテスク。ありがとうございます。